皆さんこんにちは、リオです。今回はクライマックスピカチュウを撮ってみたいと思います。デリバード騒いでる。はい、じゃあよろしくお願いします。募集お願いします。はい、はい、これです。これです。はい、募集かかった。はい、はい、でパパ入ります。はい、巨大マックスピカチュウ、まあ、レッツゴーピカチュウのセーブデータがあるともらえた特別なピカチュウなんですけど、ピー変な声ですね変な声、まあ、この度ね、レッツゴーピカチュウ遊んでなくてもこれで倒せば入手できるっていうすごいチャンスがやってきたわけなんですよね。そう、うちイブイしか持ってなくてそうだよね、イブイ遊んでたからイブイは持ってたけどピカチュウ持ってなかったんだよね。うん、じゃあまだ、じゃあ行きましょう、とりあえず。はい、うん、なんか最近動物の森ばっかりやっててポケモン久しぶりだね。でかっ。おー、ミュウツーいいね、かっこいい。いや、ちょっと鳴き声が、え、でかくね、ピカチュウより。で、ダイロック。ダイロック、うわうわ、電気タイプに。これは効果は、効果がない。あれ聞いてる感じ。あ、聞いてる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 、文字のとこまで削れた。はい、ゴーストダイブしょ。これ食らっちゃう。それか食らう。巨大バンライ。巨大バンライ。あー、そうなんす。あ、そうなんす。硬いからいっか。あれ？誰か技が出にくくなってるよ。味方です。ピカチュウの電磁波。ギャー。ギャー、麻痺った。麻痺った。どっかに。見えないけどいるんじゃね。パパだけ食らってない感じ。食らってるよ。行きましょう。大フォロー。そう、私がしばさ早い。ものが。うわあ、ものが。ものが。ものがめっちゃ。すごい下手ね。うわ、めっちゃ削ってる。多分これは。ああ、ギリギリ。パパとどめ。パパとどめのゴーストダイブ。いっけー、とどめいっけー。いった？よし、来た。おお、楽勝。よーし、何投げようかなーって。パパの方画面がないからわかんないけど。ハイパーボール。え？ダイクボールかハイパーボールじゃね？うん、いいんじゃない？ハイパーボールでも、ダークボールでも、どっちにする？ダーク。ダーク。いけー。捕まるとかどうかわからんので、目をつぶりたい。目をつぶりたいけどハラハラする。見届けて。どうかな。お、捕まえた。そっちも捕まえとるやん。パパも捕まえた。よかったよかった。かわいい。うん、なんとあっさり。あっさり捕まえちゃいましたね。で、お家に加えました。はい、はい、で、ピカチュウこれどんな能力か見てみます。ちょっと、はいはい、お願いします。はい、ピカチュウ強さを見る。ピカチュウどう、どう、なんかそんなでもないって感じ。特性がめっちゃいいね。あー、麻痺で素早さと技が出にくくなる。なるほど。危ない。そのピカチュウを使ってみたい。何、巨人の腰掛けっていうのは何だろうね。多分椅子みたいなのがあるんだよね。あれか。この巨大な石。星5じゃない方がいいんでしょ？うん。4もダメ。レベル低い。え？それやるの？また見っけた。星4だね。4だね。あ、さっきも4だっけ？え、3。3か。これやる、どうする。やっちゃう。
ピー。ピーって言って。ピーカチュウ。じゃあ、感度。感度？感度？何？じゃあ今度、パパがダイマックスしてください。うん、あ、そう？でもちょっとまだ このターンはできないから、一旦ドラゴンアローでサイコキネシス。なんかピカチュウ弱いね、やっぱ。これね、曲がったスプーンっていうアイテム持ってるからね。ちょっと威力強い。持ってるから、威力がちょっと強いんだ。万雷でみんな麻痺しちゃう。あー、やっぱりボロボロ。万雷強いね。え、光の壁やってるよ。ミラーコート。すごい強いよね。そうなんすの。そうなんす、強いのかな。なんか強い。ボルテッカーって何？わあ、大丈夫だった。何もない。はい、ダイマックス。はい。して、いいんです。いいんですか。サイコカッターやってみる。これ、味方にも攻撃できちゃうから。いや、やめて。やめて。ピピンとかならマシ。なんで？だってピピ全然攻撃してくれない。いやいやいや、味方はやっちゃダメでしょ。味方はダメです。ドラパルト可愛いな。可愛いな。うん、あ、あ、ダイマックス意味なし。意味なし、意味なし。捕まえよう。捕まえよう。ダークボールでいく。今回はパパはダークボールね。私も。うん。あー、ボール戻せないよ。いいよ、いいよ、いいよ、捕まえろ。どうかな。お、捕まえた。そしてパパの方も捕まえている。これは少し強いことゲットできたんじゃない。どうかな。ピカチュウの気持ちいい能力を見てみよう。え、飛来心。あー、そうだね。あの、もう一回プラスをしてもらっていいかな。戻って、うん、わかったわかった。プラス、はい、出た。あー、出た出た。まあまあ最高。最高が3つ。最高3つしかない。こっちは4つ。あ、4つなんだ。こっちはどっちも。こっちのピカチュウは全部上がりやすい。あ、ほんとだ。こっちのピカチュウは素早さが上がりにくくて、うん、防御がめっちゃ上がりやすい。うん、リングスーツ。はーい。まあそうですね、ちょっとあの他に強そうな個体がいなそうなので、まあ、今回このピカチュウ2体で、終わりにしますか。はい、はい、それでは、ちょっと短いんですけども、今回もご視聴ありがとうございました。一応2020年5月の19日まで、巨大マックスピカチュウ配信中らしいので、よかったら捕まえてみてください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してください。